どうも皆さん、こんにちは、ワンダーマンド。そして、ツードロー、リュウです。どうも、無課金救済者。無課金救済系実況者、リュウです。本日も、無課金を救っていきたいと思います。これからね、ZR ワールドが実装されるということで、新しいね、デュエルリンクスを始めるという方もいらっしゃると思うんですよ。まあ、少ないかもしれませんが。そういう方のためにですね、私、すぐに組めて、強いデッキ、ご紹介していきたいと思っておりまして、まあ、今日多分、おそらく1、2本多分動画上がってるか、まあ、次の日になるか分かんないんですけども、本日はですね、月光、ムーンライトというね、アーク5の、テーマなので、ズヤルワールド、本当に1ミリも関係ないんですけど、びっくりするくらい、本当1ミリも関係ないんですけど、で、言ってね、ボックス的にすごく組みやすくてですね、これ何のボックスに入ってるかっていうと、このジャッジメントフォースっていうね、このボックスに入っていて、で、この SR がね、2枚ずつあれば組めるように組んできました。あとはね、全部ね、R とかカードなので、この辺とかね、リミットカード入ってる、このこいつが L ですからね、こいつがまあ L なんですけども、こういうのなので結構まあ組みやすいかなと。このボックスをまあ1周以内で組めるように作ってきております。いや、優しいね。こんなにそのお財布に優しいデッキ他にあるでしょうか。デッキの構築自体はですね、結構簡単で、ムーンライトカードは全部その今のボックスで手に入るんですよ。で、このね、羽クリボーと、クリボーを呼ぶ笛は、例えばクリボー、羽クリボーだったらもうそもそも初期デッキ、勇気10代選手の初期デッキとかに入ってるし、あと、SR チケット、プレゼントキャンペーンとかの SR チケットとかでもらえたり、もします。なのでチケット使えばね、この辺のカードをね、簡単に手に入ると思う。ほんで、クリボーを呼ぶ笛もチケットで結構手に入るんで、 SR チケットで、しかもデュエル報酬にも一応あるしね。なんだかんだね、例えばね、チケットってまあこう始めると、デュエルレックス始めるとチケットいっぱいもらえるんですよ。いろんなチケットが。で、例えば、そうだな、この辺の SR チケットとか、これね、多分ね、羽クリボーかなんかあるんじゃないかな。ちょっと待ってね。羽クリって入れるじゃん。羽クロじゃねえ。羽クリって入れるじゃん。そうすると多分ね、出てくんのよ。ほら、クリボー呼ぶ兵とかはあるね。で、羽クリボーはちょっと、ゆき10代くんの初期デッキで頑張って入手してもらう方がいいかなと思うんだけども、今のこの感じだったらね。あと、選べるプレゼントキャンペーンとか、デュエルクレストとか、こういう、これとか、これとかでも手に入るんですよ。大体。こういうモンスターは。だから、今のこのデッキ構築見ていただくと、本当にお金かかんないの。このデッキ。だから、やっぱさ、最初さ、このゲームが面白いか面白くないかわかんないじゃないですか。だから、そういうゲームに対して、なんかめちゃめちゃお金使って、デッキ組むのって大変だと思うんですよね。なんで、とりあえずね、これ作っていただければ、まあ多分ね、あんまお金かからずに、ほとんど無課金で、もう本当は0円で、このゲームがどういうゲームなのか、多分、なんとなくわかると思う。これで対人戦、ランク戦とか潜ってみて、勝って楽しいっていう気持ちを、まあ味わってもらえばいいのかなっていうね。で、その、勝って楽しいの先に、エンタメデュエルっていうのがあるんで、楽しいデッキを使って、相手をびっくりさせたいっていうね。そこの領域までちょっとみんな来ていただけると、私としては非常に嬉しいと、思っております。で、回し方は、実際デュエルをご覧いただきながら、見せるんですが、ですね、まあ、基本的にその融合モンスターを立てていくっていうデッキなので、ね、難しくないです。あんまり。もう一個ね、超重武者のデッキもちょっとご紹介させていただくんですけども、あっちはね、少し難しいんですね。融合よりかは、シンクロ召喚っていう、ちょっと若干上の召喚方法があるんで、こっちは融合なんでね、そんなに難しくないですね。で、まあちょっと若干プレイングもちろんありますけれども、この辺の効果を使うんで、なんですけれども、そこまで難しくありませんので、しかも結構強いですんで、このムーンライトサーベルダンサーが。もうね、これね、ダンシング谷村がめちゃ強いんで、こいつを立てるのを、まあちょっと第一目標にして、こいつでただひたすら殴っていけば勝てるって結構多いんですよ。意外と。なんで、まあプレイング的にも、安さ的にも、まあその、始めたての人には、すごい合ってるのかなと思うんでね、早速、デュエルご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。デュエルモード。フォトンチェンジ。さあ、狩らせてもらおうか、貴様の魂ごと。すいません、ゼアル見立てなんで、ゼアル、かぶれが激しいです。皆さんは遊戯王ゼアル見たことありますか？
めちゃくちゃ面白いですよ、まあ、最初の方あんま面白くないけど、なんか最初の方ちょっと本当は主人公のデュエルがマジで下手くそすぎて、本当リュウさんの動画ぐらいのプレイングしてるんですよ。リュウさんの動画と同じプレイングレベルだったので、最初の方クソつまんなかったんですけど、最初の方はなんかね、中盤くらいからやっぱ面白くなってきて、もう最後のバリアン編はクソおもろかったですね。反応強い。トラミッドハンターオッケーオッケー、ハンターマスターオッケー、ハンターマスターオッケー。トラップありますか？ない。オッケー。これキングゴレムつらいな。これ負けか、これもうこれ融合的筋負けそう、これもう負けそう。このね、キングゴレムとかいうなんか全員をアルマレスにするっていうクソやべえ、クソやべえ、魔法カードがあるんで、あのカード一番やばいんですよね。さあどうするんでしょうか、ヘルカイザー両選手。まあとりあえずフィールド魔法チェンジはするでしょう。トラミッドも強くなりましたよね。やっぱスフィンクス1枚来るだけでこんな強くなるのっていう。はいはい、マスターオッケー。マスター効果で、キングゴレムを、まあ、取れたら多分クルーザーですかね。クルーザーに張り替えながらのマスターかな。マッサージにハンターかで、クルーザー張り替える、でクルーザーでスフィンクス持ってくるっていうパターンなんじゃないでしょうか。クルーザーを張り替えていってください。あ、結構プレイングが遅めのトラミッド使いですね。トラミッド使いね、プレイング遅めのやつに当たるとマジで外れなんで、そこだけ気をつけた方がいいですね。気をつけるも何も気をつけようないんだけど、こういうねプレイングクソ遅い人いるんですよ、トラミッドで。これマジ外れ。多分ねこのデュエルクソ長くなるんでカットする可能性があります。こんだけ喋ってめちゃくちゃボツにする可能性ありますね。もうなんなら今すぐサレンダーするレベルで、こいつすげえ遅いですね。さあキングゴレムに借り替えていく。これねほんと厄介なのよね、トラミッド使いのそのこのこんな時間かかることある。フィールド魔法2枚張り替えるだけだぜ。こんな時間かかる、時間なくなるぞそれ。そのとしてると結構ね時間は足りないデッキなので、トラミッドって。なので、もうね、フィールド魔法張り替えるだけだったら、もう即ね、さっさとやったほうがいいですよ。じゃないと、プレイング、速度が、プレイング速度っていうか、その持ち時間が足りなくなるっていうか、そっちなんだ。そっち破壊してくれるの、クソありがてえわ。バカありがてえ。で、キングゴレム効果で、で、さらに、ムーンライト、リンカーネーションダンスを発動。赤いるから、赤いるので、まあでも、まあ、融合あんのか、融合あんだ、融合あるのか。まあでも言うて黄色な感じあるけどね、言うて黄色だねこれね。はいはい、オッケー。でこのターン私は戦闘ダメージも効果ダメージもゼロになってしまうという、そういう話。さあ行きました、羽繰り棒を破壊したのがあだになったようですね。さあ、トラミッドスフィンクスを特殊召喚していく。さあトラミッドキングゴレムを発動していく。どんだけキングゴレムする、全員アルマレス来た、全員アルマレス。バトルフェーズで、4100、2300で勝とうとするが、羽繰り棒の効果によってこのターン私の戦闘ダメージはゼロになっている。さあ私は1枚でライフを守った。そしてターンを終了、クリボーを呼ぶ兵を発動。さあやはり月末のレジェンド隊はぬるいぜ。さあ羽繰り棒を得しようかん。そしてこれで羽繰り棒を引く確率がぐっと下がり、あーまあいいだろう、なるほどな。あー白でバック戻せるっていうパターンもあるのね。オッケー。ではですね、まずはちょっと一回緑からいきましょうか。さあめちゃめちゃ考えてます、めちゃめちゃ考えてる。さあまずはムーンライトフュージョンを発動。さあムーンライトフュージョンによって、赤落としとけば一応対象にトルコか、例えばトラミッドパルスとか、まあ、狡猾な落とし穴とか、あの辺はね、全部無効化できるんで、ここと、ですね、どれ送ればいいんだ？緑で赤蘇生してみないから、黄色でいいのか。黄色で良そうだね。黄色でいい。黄色送って融合持ってきながら、召喚権使ってないから白で戻すっていうこともできるので、まず一回こいつで、で、多分これトラビットパレスかなんかと思うんですよね。多分。私の予想。トラミッドパレスっていうのは墓地の、フィールド魔法もしくは岩石族をなんか除外すると相手のカードを破壊するっていうことを持ってるんだが、なんかうまいことやればこれでこのターンで私の勝ちなんですけども。はい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 、トラミッドパレスオッケー。あれこれ無効化できるよな。トラミッドパレスフィールドの、表側表示のカードを一番対象としてそれを破壊するという効果で、破壊するのは何ですかっていう話。さあ破壊するのはおそらくまあこのムーンライト、
ダンサーなんだけど、それをムーンライトクリムゾンフォックスの効果発動、今やリミット2に指定されてしまった、牢屋にぶち込まれてしまったキツネちゃんで、その効果を無効にし、お互いに1000ライフポイントを回復する。はい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 。そして融合を手札に加えていく。さらにゼロになった。よし、あとあいつを殴ればいいだけだ。あとはあいつを殴ればいいだけ。白を出す必要ねえな、白を出す必要ねえけど、エメラルドバード召喚していく。そしてエメラルドバードの効果を発動し、白を捨ててワンドローしていく。さあどうするんでしょうか、このゼロとゼロの棒立ち。これ守備表示が正解でしたね、ヘルカイザー両選手。さあこれでムーンライト、イエローマーテン効果発動。さあフィールド上の緑を戻して、このモンスターを特殊召喚していく。さあいいですよ、あ押せ、トラミッドスカイ、トラミッドスカイマジで押せ、マジで押せ。あのトラミッドスカイすげえ早い人は尊敬するけど、マジで遅いやつはマジで迷惑これ迷惑じゃない。さあ、リリースしたことによって、ムーンライト2連打を取るぞ。さあバトルフェイスだ。さあゼロを2回攻撃させてもらおう。そしてこいつが投げるときに100のダメージを与えるぜ。大丈夫かな、2500の2連打みたいなもんですよ。ヘルカイザー両選手大丈夫なんでしょうか。さあこれ、あそっか、あれか、効果無効になるから100のダメージ入んないのか。でまあいっか、全員殴ったら勝ち。さあゼロをぶん殴って2回攻撃して2400つ通って、あと200、はい、でからの、はい頑張って考えてっけど回答ないから、さっさとサレンダーしろ。すげえ頑張って考えてっけど、そのデッキにさ、この盤面の回答ないから今どうやって勝つの、逆に聞くけど。ですよね、フィールド魔法張り替えながら時間稼ぐのちょっとやめてもらっていいですか。さあお相手の方、闇マリクセフロー気持ちいいか。初手融合します。はい、初手4枚使います。はい、初手4枚使いますこれ初手4枚使ってんのやべえよな。初手4枚使ってさ、これ1体出してさ、これでターンエンドするの相当やばいけどね。イエロー使う、まあいいや、これでいいや。はい、これでどうでしょう、一応出してでもよかったか、別に白は3600、まあね、でもあの打点ちょっとだけ下がりますからね。まあ別に出しても出さなくても変わんねえかな、これは。さあお相手の方、バランスだったのか、やべ、ちょっと今ラバゴ警戒したけど、勝手にバランスやったら別にあれか、ラバゴ警戒しなくてもいいから、別に白は出してもよかったね。さあクロン魔術のベールを発動。さあブラックマジシャン系か。さあバランスブラマジ、ブラックマジシャンにするのはいいが、ブラックマジシャンでこのモンスターを突破することはほとんど不可能と言われているこいつね、対象取れないんですよ、この UFO モンスター。3600棒立ちでそれで強いのと思うじゃないですか。ティマイオス、これこいつ突破できるやついたっけ。ドラグンオブレッドアイスとかいないですよね、出てきても突破できないか。そして3000、キャバラリーくらいでしょ多分。3000いくつ、これ3000いくつにしかならないでしょ。200だよね、いけるよね。だから3600を突破できるんですかっていう、そういうお仕事。さあターン終了していく。なんでティマイオス打った、じゃあなんでティマイオス打ったんですかとお聞きしたい。なんで打ったんだ、本当になんで打ったんだ、それなんで出した、お前それなんで出した。守備表示でタイムするのか、それあれだろう、世の常だろう。さあ謎のプレイングによってキャバレリーを無駄出しして、あ、クローマージの継承、あ、なるほど、それ使えたかったってこと。墓地から魔法カード2枚を除外して、ブラックマジシャンのカード名またはブラックマジシャンカードのカード名が記された魔法トラップカードを1枚手札に加えられる。おお、なるほど、魔導陣さ、はい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 、いやもう全然いいんですけど、その魔導陣で飛ばせます、僕のモンスター。このモンスター対象に取られないんですよね、それ大丈夫です。なんかすげえ貧弱っていう展開してキャバラリー勝手に死んできましたけど、あなたそれ勝てます、それ。はいはい、マジシャンズナビゲート、はいはいはい、どうぞどうぞ、ご自由にドズをでセット。さあマジシャンズナビゲート、あ、さブラックマジシャンは握ってるとちょっと微妙にめんどくさい。何も引かんねー、何も引かんねー。対戦ありがとうございました。初手サーベルで済むブラックマジシャン。さあお相手の方、20代選手よろしくお願いします。ニュエルスタンバイ、あー宇宙強い、宇宙は強い、
ネオスちょっと打点がね、あのフェイバリットヒーローとかいうマジでやばいカードつけられると本当に出すすめないみたいなことあるんですよね。一旦ちょっとイエローで、融合を持ってこさせていただいて、融合を持ってこさせていただいて、まあ、3600立てるしかないね。でも基本的には基本的にでイエローマーテンで、緑戻してイエローからの融合をしていく。おい、やっぱり、ね、緑黄色揃いたいね。基本的には所定の、うっそ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 だー、うそだ、うそだよ、融合できんやん、もうちょっと待って、あ、融合できないよ俺。あ、でも融合の使い手あるか、融合の使い手がある、融合の使い手あるか、いけるわ、融合の使い手だ。 いやでもね、あれフィーバリットヒーロー知ってたから、多分フィーバリットヒーローは多分ないと思うから1000くらいはいいんでしょ。つまりオッケー、ブレイブネオスはいい、ブレイブネオスもいい。あーでも、あ、 AD、 あ、 AD、 AD、 あれ3800、よくない、よくないよ、クーマの順位はよくない、クーマの順位はほんまによくない。くっそーくっそくっそくっそ、誰がくっそ、誰がくっそ、誰がくっそ、誰か、ギョエー